ぱん。こんにちは、ヒヨンです。今回はですね、リアルバイの秋服購入品をご紹介したいと思います。今期私が買った秋服なんですけど、すごく、ね、溜まってきたので紹介したいんですけど、つぶこべはついに始めますか。それではスタート。紹介するのは、私が本当にいろんなところでちょくちょく買って量が溜まってきたので、一気に紹介しようっていうことなんですけど、最後まで楽しく見ていただけると嬉しいです。なのでブランドとかは本当に様々で、韓国で買ったのもあるし、まあネットとか店舗で買ったものもあります。だからさ、合計金額がどのくらいになるのかわからないんだけど、トップス多めですかね。さあ、まずはこちら、ベロア素材の T シャツになるんですけど、グローブのアイテムになります。グローブ、私すごく大好きなブランドなんだけど、韓国のブランドで、アックジョンに路面店があったり、あと無審査のサイトにもグローブ入っているので、気になった方はチェックしてみてください。めちゃくちゃ秋らしくて、とっても着やすい T シャツで、本当に買ってよかったなって思っております。サイズはフリーサイズだったんですけど、結構ゆったりめ、私が着ても余裕のある感じなので、そこも良かったなって思うポイントかな。ベロアの生地って下手するとすごく着膨れしてしまうアイテムも多かったりするんだけど、これはこういう風にシルエットに余裕があるので、とっても可愛く着こなせるアイテムです。カラーはね、いろんなのがあって、ブラウンだったりブラックがあったかな。私は最近白黒のアイテムが多かったので、あえてこのブルーにしてみました。もう本当にここにグローブっていう風に書いてあるだけで、とってもシンプルなお洋服です。こういうアイテム一つ着てるだけでおしゃれに見えるの分かる。 T シャツ、デニムとかシンプルなお洋服すごく好きなんだけど、物足りないというか、アクセサリーとかヘアアレンジだったり、カバンをしっかり選ばないとシンプルすぎっていう風になってしまうんだけど、このベロアの T シャツを買ったおかげで、これを着るだけで様に見えるというか、だからね、最近はめちゃくちゃ着てるトップスです。この時にも着てました。下にはグレーのパンツを選んで、パールのネックレスをしてたんですけど、お気に入りのコーディネートです。もう秋なんですけど、夏の終わりかけ、秋服取り入れたいなっていう時にも着れてたし、ベロアの生地で長袖だと重いというか、絨毯感が出ちゃうなって思う方は、半袖を取り入れるとすごくいいかも。肌が見えてる部分が多いので、長袖よりもとっても着やすいです。次、続きましてはこちらのレースのトップスです。これもめちゃくちゃお気に入り、インスタでも載せたんだけど、今みたいな感じで黒のスラックスと合わせてモノトーンコーデにしたんだけど、このレースがすごく可愛らしくって、なんかシンプルになりすぎなかったので、私的にすごい買ってよかったなって思うアイテムなんだけど、こちらはトゥモローランドのものでございます。普通のロンティーを着るよりも、こういうレースのものを着てあげた方が女性らしいし、こなれて見える感じがあると思うので、本当にね、万能でめっちゃいいです。それこそこれ1枚で着ても全然可愛いし、上にワンピース重ねたり、レイヤードさせる時のインナーというか、中で着るものとして使ってあげるのがすごく私的にいいんじゃないかなって思ってます。前は普通にラウンドなんだけど、後ろがね、少し広く開いてるんですよね。すごくさりげないんだけど、この後ろの空きが少し大きいっていうのもとっても気に入ってる。もう一つ気に入ってるところがあるの、このレースなんだけど、透け感が少ないっていうところ。レースの生地によって、もう本当に裸ですかっていうのもあったり、体のシルエットが見えてしまうものもあると思うんだけど、これは肌があまり見えないタイプなので、そこまで露出感もなく着れるっていうところがとっても気に入ってます。可愛くない？映えるよね。いきまして、こちらのトップスです。こちらもトゥモローランドで一緒に買いました。シースルーのタートルネックになります。これもすごくシンプルなアイテムなんだけど、可愛くない？今さ、インナーにこの白いキャミを着てしまっているので、白が透けて見えてしまってるんですけど、すみません。なので実際着るときはインナーは黒のものを着た方がいいのかなって思うんですけど、ポイントはキラキラスパンコールがついてるんです。このスパンコールがめちゃくちゃ繊細で、儚げなキラキラを演出してくれるんですけど、これ1枚で着てももちろん可愛いんだけど、私は CFCL のワンピースの下に着ました。この前お友達の結婚式があって、お洋服どうしようって思った時に、このワンピース久しぶりに着たいなって思って、でも二の腕出して着れなかったので、インナーいろいろ探してた時にトゥモローランドで出会ったっていう感じです。普通にね、可愛かった。ワンピの中に着るインナーってピチッとしたものの方が良かったりするんだけど、
これはね、ぴったり感はあるんだけど、そこまでぴったりじゃない。ちょっと余裕のあるぴったりで、生地が薄くて柔らかくてふわっとしてるので、すごくフィットしてる着心地ではないんですけど、ちゃんとピタッと見える感じがいいなって思ってます。首のところもクシュクシュってやってあげて、このさ、季節になるとタートルに半袖っていう、私デザインがもうめちゃくちゃ大好きなので、たくさん着たいなって思ってるんだけど、でもさ、こういうのってさ、着れる時期すごく短いじゃないですか。だから早く違うコーディネートでも使いたいなって思ってます。次、続きましてこちらのカーディガンです。めっちゃ可愛い、もう超ドタイプなんだけど、これは H のものです。これはユナイテッドアローズの展示会に行かせていただいた時に、可愛すぎてオーダーしたアイテムになるんだけど、ベビーピンクにキラキラが入っていて、ショート丈、そしてこのフィット感というか、着た感じももう最高にジャストな、このアイテムが最高に良いです。みんなにもお揃いにしてほしいぐらいすっごく気に入ってるアイテムなんだけど、下に黒のスラックスを合わせてあげても、女の子らしさが入ってとっても可愛いと思うし、前全部締めてあげてトップスみたいに着てもいいし、これを開けてね、カーディガンだよっていう風に着てもいいし、もう着方は何でもあると思うんだけど、本当に可愛くない？このさ、ベビーピンクでこのキラキラがたまらないんだけど、本当に好きだよ、こういうの。上だけ締めて下を開けてあげるとかでもいいし、着回しにすごく便利なアイテムなんじゃないかなって思ってます。次、続きましてこちらのトップスです。こちらがプリマブリーのものなんですけど、めっちゃ細身します。5キロ痩せたっていう動画アップした時のサムネの時にも着ていたんですけど、めちゃくちゃね、華奢に見えるの。私はブラックにピンクのリボンがついてるアイテムを選んだんですけど、後ろにリボンがついていて、そのまま前に持ってきて結んであげるっていうデザインになってます。もう何が細身するかって、まずこの二の腕よね。オフショルにフリルがついているので、ピタッとしなくてふわふわが細身するし、手首が一番細く見える長さになってるし、まあここにフリルついてるのもすごく可愛いし、可愛いのにめちゃくちゃ着痩せするので、ぜひデートに着ていってほしいなって思います。私はね、ゴリ君とのデートっていうか、まあフラッとご飯行った時にこれを着たんだけど、久しぶりに可愛くしていったら自分的にもすごく気分が上がりました。なので、自分的に気分が上がるアイテム一つ持っておくのはとってもいいことですよね。真ん中にこのボタンがついてるんだけど、これはフェイクで別に開いたりはしないです。ピタッとしてるのに細見えするって結構貴重な気がする。なので、私はね、気合い入れたい時とか、とびきり可愛くしたいなっていう時にこれは着てます。次、続きましてこちらのトップスです。トップスがめちゃくちゃ多い。ボトムスは実際に店舗に行って履いてみないとわからなくて、その履ける時がね、あんまりないんですよね。だからトップスをまんま買ってるんですけど、マジでトップスが多くてすみません。なんだけどめっちゃ可愛いから見て。これはミースロエのものです。ベロア素材っぽく見えるんだけど、ベロアではなくて透けてるんですよね。シースルーの素材なんだけど、ベロアっぽく見えるっていう面白い生地になってるんですけど、形が綺麗じゃない？この開け方がすごく大人っぽくて綺麗で可愛いなって思って買ってみて、しかもこの生地もベロアっぽくて季節感出るかなと思ったので購入してみたんですけど、マジでこれもね、買ってよかったなって思うアイテムです。フリーサイズなんですけど、私でも二の腕に余裕があるから、ぴったりサイズっていう感じではないです。袖の部分がめちゃくちゃ長いし、裾も結構長め、こういう風にもたつかせて着ると思うんだけど、ここにラザーになっていたり、ここもこういうデザインが入っていたりっていうのがすごく可愛いし、これはインナーもついていたので、インナー困らなくていいなっていうのも思った。もうさ、大人っぽくこれはパールのネックレスだったり、パールのピアスだったり、アイテム使ってコーディネートしたいなって思ってます。パールといえば、買ったものがあるんですよ。最近めちゃくちゃ登場しているこちらのネックレス、これがウィムガゼットで買ったパールのチョーカーです。チョーカーなので首元にフィットするタイプで、そこがとっても可愛い。こういうさ、アイテム着ても綺麗に見えるので、本当に買ってよかったなって思ってて、これはもう本当にたくさん使ってます。今季の秋服購入編で失敗があんまりないかもしれない。そこがちょっと嬉しいです。パールのアイテムもう一つあった。
それがこちらです。これは本当に久しぶりに買ったジュエリーというかアクセサリーなんだけど、田崎のピアスと田崎のリング同じデザインですねっていうのを買ってみました。このお洋服でもとっても合う。これ着てどっか行きたいの。明日ご飯あるからこれ着ていこうかしら。こんな感じで今回お揃いで買ってみました。今日紹介してるアイテムたち3ヶ月かけてちょこちょこ集めたアイテムなので、大きい買い物っていうのを本当に全然してなくて、バッグとかも買ってないし、靴も買ってないし、コートとかも買ってないし、その時気分もうんっていう感じだったから、自分になんかご褒美欲しいな、何かないかなって思ってた時に、ちょうどボンボンと六本木ヒルズにいた時に田崎に行ったら、これがね売ってて新色ですよって言われて、もうこれは一目惚れ、あめっちゃ可愛いって思って買いました。意を決して。そもそも私がパールのアイテムが大好きだし、こういう田崎のものって年齢を重ねてもずっと使えるものだと思うので、私は本当に買ってよかったなって思ってます。可愛くない？インパクトあってそこが好きです。続きましてこちらのトップスです。こちらがフレアアイディのものです。さっきのメイスロエの生地とちょっと似てる、ベロアっぽいんだけどシースルーっていう感じのものになっていて、シンプルなトップスに後ろがざっくり開いてる感じ、この首元につけたリボンがセットになってるアイテムです。リボン超可愛くない？チョーカーっぽくこうやって結んであげても可愛いし、あとはスカーフというかマフラー的な感じでこういう風に巻いてあげてもいいし、大人っぽいアイテムになってます。これ1枚で着てあげても、この開き方とか後ろの開き方がすごく綺麗なので、単体で着ても可愛いと思います。髪の毛にリボンみたいにつけても可愛いんじゃない。これはねブラックとかがあったんだけど、ブラックは多分売り切れていて、このピンクどうしようかなって、このリボンがつくことによって可愛い系のお洋服じゃないですか。だからピンクだとどうしても可愛い可愛いっていう風になってしまうのかなって思ったんだけど、大人っぽいピンクでくすみピンクなので、全然ね可愛くなりすぎるってことはないなって思いました。実際に着てみても色がとっても落ち着いていて、ピンクベージュっぽい感じなので、ブリブリっていう感じには全く見えないです。なので私はピンク選んでよかったなって思ってる。だいたいインして着てあげるのが可愛いのかなって思うんだけど、これもさシースルーだから早めに着たいよね。明日ご飯の予定あるけど、メイスルーとこっちどうしようって悩んじゃう。でも焼肉なんだよなっていう。でもなんかウォッシャブルだから多分自分で普通に洗えるタイプなんだよね。そこ最高じゃない？気軽に洗えるだってめっちゃいいよ。フレアアイディの方はボッシャブルとは書いてないんだけど、まあ、優しく手洗い系ですね。次続きましてこちらのベストです。こちらがガダルダガランテのベストです。私ベスト好きなんだなって自分で思ってるんだけど、こういうの見たらすぐ集めたくなっちゃう、すぐ買いたくなっちゃう。可愛くない？今は T シャツに合わせて着てるんだけど、ピタッとしたロンティーに合わせてあげても可愛いと思うし、トレーナーとかで着ても可愛いと思うし、とにかくこのねふわふわ感が最高に可愛いベストです。前はチャックになってるので、まあ開けてもいいし閉めてもいいけど、私はこのぐらい閉めるのが好きかもしれない。このタートル部分も高いので、あざと萌えみたいな感じになるところがお気に入りです。ショート丈なのでバランスもよく見えるのかなって思うのと、着た感じはすごくダボっとしてます。なので身幅とかとっても余裕があるんだけど、でも丈とか前にチャックがあることによってすごくスッキリして見えるので、着膨れとかは一切ないです。めっちゃお気に入り、早く着たい。次続きましてこちらのセーターなんですけど、こちらはシャネルのものになります。これは韓国の免税店で買いました。家族で韓国に行った時にシルラ免税店に寄ったんですけど、その時に出会ってめちゃくちゃ可愛くてご褒美に買ってしまいました。一見こうやってパッて見るとシャネルって分からないかもしれないんですけど、両サイドにの金具がねついてるの、めっちゃ可愛くない？これは別に外すことはないと思うんですけど、こうやって外すこともできる、こんな感じで。このさりげないシャネルのマークが私は本当に好きだし、ブランドのお洋服ってせっかく買うならブランドが分かるようなデザインの方が可愛いっていうのもあるんだけど、私はどっちかっていうとさりげなかったりあんまり分からないけどシャネルっていうのが好きなので、これがドンピシャすぎて買ってみました。カラーはその免税店ではこれしかなくて、サイズも38のサイズだったのでちょっと大きめなんですけど、今の私にはすごくぴったり、首元のこの丸の締まり具合とかもすごく好きです。続きましてこちらのシースルーのワンピースです。こちらはハンナムドンにあるステイブルっていうブランドで買ったものになるんですけど、すごくシンプルで着や
しそうだなって思い買ってみました。 T シャツボトムスですごいシンプルな時に上から重ねてあげると可愛らしくなるのかなって思って買ってみたんですけど、まだ一回も着れてません。着るタイミングを見失いつつあるっていう感じなんだけど、早めに着たいと思う。中にでもタートルネックとか着ても可愛いのかしら。ちなみにブランドの名前これね、パンナムドンのこのステーブルっていうところで爆買いというかババババって買ったんだけど、買ったうちの一つがこちらのカーディガンです。めちゃくちゃ着やすいでしょ。今この格好に合わないかもしれないんだけど、デザインもシンプル、ボタンが横になってるのさらっと着れるかなって思い買ってみました。これはいつでも羽織れるし、丈も短いっていうのもバランス取りやすいし、厚さもちょうどいいので、これからの時期に活躍してくれそうだなって思ってます。ステーブルで買ったお洋服もう一つがこちら、セットアップです。こういうスカートのセットアップって着ることてか買うことマジでないから新鮮なんだけど、まずねこのジャケットを着てすごい形が可愛かったの。私さ、あまりジャケット着ない人じゃん。でもジャケット着たいって言ってる人じゃん。それで自分的に着やすいのないかなって思ってる時に、このくすんだミントカラーもすごい着やすいなって思ったし、これだったらいいかもって思って買った時にセットアップだよっていうのを教えてもらい、じゃあ一緒にくださいってことでこのセットアップを買ってみました。ここにさ、ボツベのショートブーツでもスニーカーでも合わせたら可愛いし、このボタンがさ真ん中にピンピンピンって着てるのも可愛くない？少し大きいダボットサイズになるんですけど、私は可愛いなって思いました。スカートは右側にスリットがあって、後ろでもスリットがあるの、それもねすごい可愛かったです。秋にたくさん着たいなって思ってるアイテムの一つですね。次続けまして、こちらのスカートです。これもめっちゃ可愛くない？こちらが CFCL のスカートになります。こんな感じ。 CFCL のさお洋服ってボリュームがあるデザインのものが多いと思うんだけど、このスカートもさ本当に可愛いボリュームでふわふわっていうのが超好みで買ってみました。私が初めて買った CFCL のお洋服はワンピースタイプで、本当にこれがスカートになったっていう感じでほぼ同じなんだけど、ワンピースとスカートだと用途は違うので、この秋はスカート楽しみたいなって思ってます。太ももから下がちょっと透けてるんだけど、そこまで透けてないのでいやらしくなく着れるっていうのもすごくお気に入りです。このアイテムを着るだけで一気に女の子らしくなるし、おしゃれ感が出るので買ってよかったなって思うアイテムです。続きまして、こちらのジャケットです。ジャケット二つ目になるんですけど、こちらのジャケットは、まだタグがついてて一回も着てないんだけど、ザ・ガルメット？こういうロゴです。何が可愛いかって、この後ろ姿、リボンがついてるの。超可愛くない？これはエッソネーションで買ったジャケットになるんですけど、もうこれもね、あ、可愛いって思ったんだけど、値段が高かったので迷ったんだけど、ジャケットあんまり持ってないから、今年は挑戦しよう。たくさん着ようっていうことで買いました。ジャケットよりもコートよりなのかな、厚みがあるので寒くなった時期にも着れそうなアイテムです。サイズ感も割とダボっとしてるので、中に厚みのあるトップスを着てあげても着れそうな感じで、このリボンがあることによって一気に可愛らしくカジュアルになるので、私も取り入れやすいかなと思って今回ゲットしてみました。生地はこんな感じです。さっきの CFCL のスカートに合わせてショートブーツとか履いても可愛かったです。次続きまして、こちらのジャケットです。こちらがハイクのものになるんですけど、私はアザブダイヒルズのユナイテッドアローズで買いました。私はあんまりこういうレザーっぽいアイテムで挑戦しないんだけど、今年はね今まで挑戦しなかったものに挑戦したいっていう欲がすごくって、どうなんだろうって思って試着してみたんですけど、意外といけて買いました。すごく軽いし、あったかいし、ポケットもしっかりあって、この横、この上、中にもあるし、後ろのデザインとかもとっても可愛いし、チャックを閉めても意外とね可愛かった。こんな感じで可愛かったので、今年はこれたくさん着ようと思っております。中にトレーナー着てもいいし、綺麗めのワンピースにこれ羽織ってスニーカーとかでも可愛いと思うし、ファッション楽しめるんじゃないかとワクワクしております。こういうレザーっぽいデザインって、女の子らしい可愛いっていう雰囲気があまりないものだと思うんだけど、これは襟がついてるのか、トワーンとしたデザインのおかげなのか、女の子っぽくも着れるジャケットだと思ったのでいいなって思った。メンズライクに寄りすぎると私は似合わないから
からどこかしら可愛い雰囲気がないと自分的に合わない気がしていて、だからさ、メンズっぽいお洋服も似合う方ってすごく羨ましいんだけど、私はどこかに可愛らしさを入れたいなって思っちゃう。以上、私のリアルバイ秋服購入品紹介だったんですけど、いかがでしたか？量多かったのでパッ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 いったんですけど、楽しく見ていただけると嬉しいし、参考にしていただけると嬉しいです。この動画が楽しかったり、また購入品紹介見たいなって思ってくれた方は、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。じゃらーん、あんにょーん。